肩こりがある方って、この肩甲骨、そして今鎖骨、この上半身の骨格がおそらく上プラス前にずれてる。巻き肩とか思いっきり肩こりに関係します。皆様こんにちは、オウンの久野です。本日は肩こり改善エクササイズについてお話ししていきたいと思います。来ましたね、肩こり。難しいんですけど、ただエクササイズをなぞってやるんじゃなくて、なぜこれをするべきなのかっていうことをまず最初に話させてください。前に撮った動画の巻き肩改善とかと組み合わせると効果が高くなります。そもそも肩こりって何かっていうと、私の考えですけど、鎖骨、肩甲骨、つまり上半身の骨格自体が筋肉の力によって上に引き上げられ固定されていること、という状態が長く続くことによって、血流が滞り、痛みの物質なんかが溜まってきて筋肉が凝り固まっている状態で、なかなかその上に上がって引き上がっている状態が固定され続けることによって、逆に今度は下げることができないみたいな状態になっているのを肩こりというふうに私は考えています。姿勢が悪いとかデスクワークが多いとか、そういった原因で肩こりというのは起きるんですが、ピンポイントでどこか一つの問題というよりも、かなり包括的な全身的な問題なんですね。それこそストレスだとか、デスクワークの時間の長さだとか、呼吸の深さ浅さ、おそらく足の重心、全身の疲労度合い、様々なことが影響してくると思います。だからそれぞれを全て改善していくっていうのは、ちょっとのエクササイズでは難しいと思います。ただ肩こりというものは、少なくともちょっとマッサージしたぐらいだと全然解決しないと思うんですね。その後マッサージをして、その場は楽になっても、どうせ2日後ぐらいにまた肩こるじゃないですか。なので単一の筋肉をほぐすことが大事なんじゃなくて、全身の姿勢自体を改善していくって取り組みをしないと、根本解決にならないと思うんですよ。肩が凝っていたりして、その凝ってる筋肉をストレッチしたりマッサージしたりするのは、いわば天井から雨漏りして、その雨漏りした水を、タオルで拭き取ってるような状態で、つまり、いくらタオルで雨漏りをですね、拭き取ったとしても、どうせまた垂れてくるじゃないですか。だから根本原因としては天井の穴にあるっていうのが、肩こりについての僕の考え方です。で、天井の穴を塞ぐためにはどうすればいいかというと、上部骨格を下げるっていう、筋力とライフスタイルを身につけるっていうのが僕の考えです。ちょっとややこしくなってきましたね。つまり肩こりがある方って、この肩甲骨、そして鎖骨、この上半身の骨格がおそらく上プラス前にずれてる。巻き肩とか思いっきり肩こりに関係する。普通だったら上半身の骨格はリラックスして脱力して脊柱の真上に首が乗ってないといけませんが、肩が肩甲骨、鎖骨、上部骨格が前、そして上にずれていくと、その上に乗っかっている頸椎と頭蓋骨を前に行っちゃいますね。こうやって頭部は全身の 10% ほどの重さがあると言われてます。個人差当然あるんですけど、全身の 10% ぐらいの重さがある。体重60キロの人だったら6キロとかの重さがあるわけなんですが、6キロの重さがアンバランスの位置に常に位置していれば、頭部を支えるために当然様々な部分が緊張しますよね。首の筋肉、肩こりになりやすい上部僧帽筋って筋肉なんかが緊張してきてしまいます。そこで大切なの、は、ちょっと頭を後ろにしなきゃいけないのかと思って、頭の後ろにしようとしてこうやると、頸椎がぐっとですね、負担かかって、ピンポイントで力入っちゃって、むしろここ詰まるんですよね。だから、頭の位置を戻すっていうか、全身で戻していくことが大切なんですね。胸を張るとか言うんですけど、胸を張ったら、頸部の位置も変わるけど、腰の位置も変わるわけなんですね。で、足の位置も変わるし、股関節の位置も変わるんですね。だから、どれか一つの部分というよりも、全身を意識して戻していくってことが必要になってきます。一個の筋肉をほぐせば解決する問題でもない、頭が前に移動している、頭部の前方移動、ストレートネックとか言ったりしますけれども、そういった生理的湾曲が失っている状態、骨のポジションが悪くなっている状態を、たった一つの部分を直すことによって解決するってことはないっていう。だから包括的に全身を良くしないといけないっていう考え、これがまず前提です。その上でいろいろ考えた結果、この2項をちょっとおすすめするっていうです。直接的な肩こりの原因は、頭部が前方移動している状態でディスプレイを見たりスマホ見たりパソコンを打ったりすることが原因だと思うんですね。やっぱりそれは現代病ですね。スマホ見るときってこうしないですね。多分より近くで見たらこうなって、頭部前方移動するじゃないですか。それが癖づけになってしまってるんですけど、でも例えばですね、この腰から
エロンゲーションって言って腰から頭部までを長く伸ばすって意識を持つ。これ逆に今縮めていって丸くなってますけど、エロンゲーション、末端を伸ばしていく、ピラティスの用語ですけど、末端を伸ばすっていう意識を持つと、多分スマホを見たとしても伸ばす意識を持ってれば首だけが前に行くことはできないと思うんです。全身ごと倒れると思うんです。つまりディスプレイに対して目線は近づいているけれども、頸部だけが前に移動しない、全身で移動していく形になると思うんです。単一の部分を動かして調整しようとしていたところを全身を使って調整していくっていう形になります。そういう体の教育の一環としてのエクササイズを、まあ、ちょっとやりますっていう話。前置き長かったんですけど、根本としては頭部が脊柱の真上にないことが原因。じゃあそれを戻さなきゃいけない。で、戻すときに首だけ戻そうとしても解決しない。全身を使って上半身骨格を下に下げるっていうエクササイズが肩こりに対して有効だと考えてます。上半身骨格を下げるエクササイズって何かっていうんですけど、それ結構むずいんですよね。肩こりある人が下手に上半身骨格下げようとすると逆に首に力入ったりすると思うんですよ。で、それが僕もいろんな人指導していて、もうそれは知ってるんで、なるべくソフトな方法ってことで、まあ、ちょっとこれをやってみます。ずっとこのなんで今日はそのチャブ台の前で喋ってるんだって思われたかもしれないですけど、これ使うためにここに用意します。手の角度がポイントです。指先が前に向いてるんじゃなくて横、さらに後ろぐらいで持ちます。手を椅子に置くと上半身骨格今上がってると思うんですね。手を使い棒のようにしたら、こうなってた肩が使い棒にしたら肩上がりますよね。絶対上がるんですよ。で、今自分でも上がってるなって感じると思うし、ただ肩こりとはちょっと違いますよね。これ手を使い棒にして上がってるわけなんで、その首の筋肉で上に引き上げてるわけじゃないから、肩こりの筋肉が収縮はしてないと思うんですよ。ただ骨格的に上にあるだけなんで、この上がった骨格を下に下げるっていうエクササイズをします。しかも呼吸を伴って息をふーっと吐きながら下げる。まず一回やってみますね。今僕は足がこう地面についているわけなんですけど、膝が浮く感じになるわけなんですけど、上半身骨格を下に下げる力と息を吐いて腹筋に力が入っていく力、両方同時に入れると膝がふわーっと地面から浮いていきます。ちょっとやってみますね。鼻から息を吸って口から吐きます。5秒ぐらい止めてから戻します。もう一回いきます。上半身骨格を下に下げる力で、はい、いかがでしょう。どの筋肉感じましたか。めちゃくちゃ腕が疲れた。間違ってます。多分そういう風になる人も多いと思う。肩を下げられてなくて肘を伸ばす力使っちゃってます。正しくは脇のあたりの筋肉、あと腹筋、そして背中、そのあたりを使えてれば正解です。でも多分難しいですよね。でもこれがささっとできたら多分あんまり肩こりもなってないと思うんで、まあ、繰り返しやってみてください。スピードをゆっくりすること結構大事なんですよ。早くバッとやっちゃうと腕が先に出力起きちゃうんで、指先が多分前に向いちゃったりとかすると、もう肩がすごく前に上がりすぎちゃって下ろすことできなくなるから、やっぱり手指先は後ろ、上がってる肩を下げる力を使って、これぐらい浮く。今さっき上にあった肩がもうこんなに下がる。もっと下げる、もっと下げるっていう風にすると、多分このあたりの筋肉がすごい使った感じがあるんじゃないかなと思います。これ前鋸筋っていう筋肉で、肩甲骨と肋骨をつないでる筋肉なんですけど、そこが働く感じがあるんじゃないかなと思います。慣れてなかったらここの筋肉ちょっとつったりするかもしれませんけど、それはそれで全然ありです。するのはめっちゃいいことなんで、正しく使ってるんだなと思ってください。今みたいにゆっくりやって3回で大丈夫。3回をやってもうちょっとできそうだったらもう1セットって感じで3セットぐらいやってみてください。大切なのは首の筋肉を力入れないこと。なんだかんだでこうそれでも首に力入っちゃう方いらっしゃると思うんですけど、首の力は入らないように脱力しつつやってみましょう。この上がった肩を下に下げる力、どこかピンポイントというよりも背中、脇、腹筋など全身なんで、それらを使って肩を下げる力を身につけていくことによって、肩こりになりにくい全身の調整能力が身についていくと思います。多分今僕のこのオブン YouTube 史上一番今ややこしいエクササイズなんですけど、まあ今みたいな形を取ろうと思うだけで
大丈夫です。それでもう効果があると思います。2つ目がこれはめっちゃ簡単です。タオルを使ってですね、ちゃぶ台を、椅子なんですけどちゃぶ台を拭くだけです。こう座っていただいて、手のひらをこうちゃぶ台に乗せます。でタオルを敷いてですね、ちゃぶ台が汚れてると思ってこれをスッスッスッとですね、あの掃除するって感じです。これ掃除するときに、これはその全身こう使っちゃうとちょっと分散しちゃってうまくできないんで、肩を下げ、肘を下げ、スイミングって言うんですけど、ピンで空中に刺したみたいに肘位置自体が動かないようにして、ちょっとぐらい動いちゃってもいいですけど、あまり動かないようにしてスッスッと動かします。で特にこの外側に行くときに頑張って外側までぐーっと動かしてください。こうしていくと多分肩の後ろ側の筋肉使ってる感じがあると思うんですよ。重さとかいらずにただこの動きをするだけ でこうしていくと何が起きるかっていうと、肩の後ろ側の筋肉を使うことによって肩甲骨のポジションが改善し、巻き肩が改善され、上部骨格が上に上がりにくい肩のコンディションを作ることができます。ついでにしゃぶ台も綺麗になります。ご家庭でご飯の後とかにですね、濡れ布巾でこう机を拭くじゃないですか。その時にこう拭くと思うんですけど、こう拭かずにこれで行っていただくと机も綺麗になるし、自分自身の肩こりも良くなるということで、あのおすすめです。で肩こりある人はそれでもこうしたくなると思うんですけど、こうせずに肩を下げるっていう風にしてやってみてください。これはめっちゃ簡単です。20回ぐらい、まあむしろ机綺麗になるまでずっとやっていといいと思うんですけど、そうすると肩の後ろの筋肉がだんだん疲れてくるんで、それができてたら正解です。で疲れたら反対側もこうやるという感じです。で行ってみてください。肩こりめっちゃ奥深いんですけど、まああえて言うんだったらこの2つかなって感じですね。肩の筋肉マッサージするのもいいですよ。ストレッチするのもいいですけど、まあちょっと1個目のエクササイズをぜひ捉えていただいて、あこういう感じかなっていう風にして上手くなっていただくといいかなと思います。肩こり以外にも全身の姿勢を良くする効果もありますので、ぜひやってみてください。今日の動画が面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。